愛川、三重県。愛川は、三重県津市を流れる二級水系の本流である。三重県津市の農業用水地、風早池を源流とする。川口から1キロメートルほどのところでう岸から、天神川、川口付近で月見川、川、関川を合わせ、伊勢湾に注ぐ。流域は、津市一市のみで、産地は、ほとんどなく、鉱石よ。 中赤夜に形成された、砂力大地と三角修正低地によって、流域地形の大部分が構成されており、地質としては、中流から上流にかけては、歴層、下流域は誘うである。下流部の標高0から3メートルの低地では、天井側の形態になっており、1959年、昭和34年の伊勢湾台風により、被害を受けて、以来、 河川改修が続けられているが、2年に一度程度の降雨による洪水でも、なお被害を生じている。土地利用は、農地が35%、山林が4%、住宅地などの市街地が58%となっており、三重県を縦断する主要な交通機関、国道23号、JR 規制本線、近鉄名古屋線が通過する。また、相川流域には、 埋蔵文化財宝蔵地があり、相川西方遺跡やマルチ遺跡、タルミエ遺跡などが知られている。河川の利用としては、水系全体で農業用水として11件の環境水利権が設定され、相川で7カ所、天神川で4カ所の取水口が設けられており、秒速0.284メートル24.2ヘクタールが取水されている。 水産資源が乏しいため漁業権は設定されておらず、川口部で住民が娯楽として釣りをするに留まる。中上流域には間だけ、ネムの木、エノキ等の樹脂からなるか犯林が分布し、生物の生息空間として、アオサギ等の鳥類、カラスアゲハ等の昆虫類といった多様な生物を要するとともに、周辺の田園とともに、良好な景観を構成している。 相川は川口部や、支流の天神川下流などには、吉原ラやヒメガマ群落があり、魚類やカニ類に貴重な生息空間を提供するとともに、サギ類、ヒいイナ、吉オ,オヨといった種の鳥類が確認されているほ、干潟が形成されており、釣りシーズンにマハゼなどを釣る釣り客で賑わう。河川水辺の国勢調査が相川及び、 天神川において3回実施された結果、追い川、鮎、モツゴ、スミウキゴリ、スズキ、マハゼ、ウナギなど、合計45種の魚類が確認され、メダカなど、生息数が減少している貴重な種や、天然素上した鮎が確認されている。その一方で、相川中流部や天神川下流などで、ブラックバス、ブルーギルやカダヤシといったの外来種も確認出ている。 川口部では、干潮時に出現する干潟に、ハゼ類が多数生息していることが確認されており、スズキ、ボラ、キチヌなどの寄水魚、海水魚が確認されている。また、ケフサイソガニ等のカニ類が確認されているほか、重要な種の塩曲群落が生育している。中流部の一部は石による淡水域となっており、流れの緩やかな環境が多数見られる。 カマツカ、モツゴなどの純淡水魚のほか、極楽ハゼ、島吉登りなどの海遊魚が確認されている。天神川下流部は水際に植物が繁茂し、オイカは、ギンブナ、メダカといった淡水魚のほか、スズキやスミウキゴリなどの海遊魚が確認されている。15年度以降の水質は、BOD75% 値は、おおむね新愛川橋地点で、 BOD3mg1 以下、相川橋地点で BOD5mg1 以下となっており、環境基準 B 類型から C 類型に相当する水質である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。